アジアと産油国の経常収支黒字が大きく、アメリカの経常収支赤字が大きい。グローバル・インバランスとは、2000年以降顕著となった世界的な経常収支の不均衡を指す。アメリカの巨大な経常収支赤字が長年にわたって続く一方で、中国をはじめとしたアジアや産油国、ドイツの経常収支黒字が続くという状況が長年にわたって継続している。この問題はグローバルインバランス問題と呼ばれる。アメリカの巨大な経常収支赤字の裏には巨額の経常収支黒字を計上している国があるはずであり、ベンバーナンキによる過剰貯蓄仮説のように、グローバルインバランスの原因は、経常収支黒字国の国内問題であるとする考え方がある。そもそもアメリカの巨大な経常収支赤字自体は1980年代及び1990年代前半にも存在したが、それは主に日本との貿易摩擦によるものであった。しかし、2000年以降は、それがアメリカ対アジア、産油国、ドイツ等の他国間の問題となっていった。世界に N カ国が存在するとする。この時、独立した為替相場の目標は N-1 通りしか存在せず、N カ国すべてが為替相場の目標を達成しようとすると非整合が発生してしまうという問題を N-1 問題と呼ぶ。つまり、通貨当局が N 個あるならば、独立した金融政策は N 個あるにもかかわらず、独立した為替相場の数は N-1 個である。例えば、N=3 の時、独立した為替相場は2組だけであり、残りの1組の為替相場は他の2組のクロスレートとして算出される。この時、すべての国が国際収支を黒字にしようとしたり、すべての国が為替レートを切り下げようとすると、近隣窮乏化政策となってしまう。これを解決しようとするならば、N 番目の国が中心国となり、自らは、為替相場の目標や国際収支の目標を持たず、受動的な立場にならなくてはならない。後述のブレトンウッズ体制はアメリカが、この N 番目の中心国になるという体制であった。このブレトンウッズ体制下のアメリカの中心国としての、受動的な政策は、ビナインネグレクト政策と呼ばれる。ブレトンウッズ体制とは、第二次世界大戦後から1971年まで続いた国際協調体制であり、ブレトンウッズ体制において、アメリカが世界の中心国として、金1オンス=$35として安定させ、その他の国は周辺国として自国通貨をドルに固定していた。このアメリカ中心のブレトンウッズ体制のもと、世界は安定した自由貿易を享受した。当初、日本やヨーロッパは国際的な資本移動や貿易を規制し、輸出を促進する政策をとり、戦争の傷跡からの復興ととも徐々に資本移動の自由化を進めた。日本がほぼ完全な資本移動の自由化を推進したのは1980年代である。しかし、ブレトンウッズ体制はアメリカが1971年に金とドルの打艦を停止したことで崩壊した。その後はスミソニアン協定などを経て世界は1973年に変動相場制に移行した。これがブレトンウッズ体制の概要であるが、Dooley et alによって世界的な経常収支不均衡、すなわちグローバルインバランスはブレトンウッズ体制の再来なのだという解釈が発表された。これはブレトンウッズ2仮説と呼ばれる。つまり、ブレトンウッズ体制のように、アメリカを中心国、中国などのアジア諸国などを周辺国とすると、アジア諸国の採用している実質ドルペッグ制と経常収支の不均衡が戦後のブレトンウッズ体制の安定期に似ているとしている。Dooley et alによれば、これらの国は3つの種類に分けられる。1つ目に中心国としてのアメリカ、2つ目に中国などの輸出志向の傾向にある貿易収支国、3つ目にヨーロッパのユーロ圏などの輸出志向にない資本収支国である。貿易収支国はアメリカに積極的に輸出する国々であり、これらの国々によってアメリカの経常収支は大幅な赤字となっているが、貿易収支国の対米投資や資本収支国の民間部門のアメリカへの資本流入により、アメリカの巨大な経常収支赤字はファイナンスされている。果たしてこのアメリカの経常収支赤字が持続可能かどうかということが問題になるが、貿易収支国の対米投資はしばらくの間それほど減少しないだろうと予測できる。その理由は次の通りである。まず、イギリスやユーロ圏はドルに対して変動相場制をとっており、ドルに対してかなり柔軟に変動しているが、これに対して中国の経済的な成功を目の当たりにしたアジア諸国は自国通貨の為替レートを対ドルに安定化させる政策を取る傾向にある。特に ASEAN などの東南アジアでは1997の1998年のアジア通貨危機前から実質ドルペック政策が取られる傾向にある。ただし、自国通貨をドルに対して安定化させるためには、通貨当局が外国為替市場に介入し、主としてドル買い自国通貨売りをする必要がある。例えば、中国は人民元を適正な為替レートよりも安くドルに固定していると考えられており、対ドル固定のために中国の通貨当局が大量にドル買い人民元売りをしている。この結果、中国は膨大な量のドルを外貨準備資産として蓄積している。この積み上がったドルは主にアメリカ国債の購入に充てられている。このアメリカ国債の購入はアメリカ国債の価格上昇、利回り低下という結果を生み出す。よってアメリカは自国の経常収支赤字をアジアの対米投資によってファイナンスすることが可能となるのである。このようなアジアの貿易収支国によるアメリカの経常収支赤字のファイナンスが続く限り、アメリカの経常収支赤字は持続可能であるとドーリーは主張している。もちろん、アジアの貿易収支国が十分に成熟すれば、将来的には完全な変動相場制に移行することになるが、ドーリーet alはこれはしばらくの間起こらないであろうとしている。すなわち、この世界経済の不均衡状態、グローバルインバランスは当面持続可能であると考えられ、この体制はブレトンウッズ2体制と呼ばれている。経済学者のオリビエ・ブランシャールは、グローバルインバランスはアメリカの低貯蓄率諸外国の高貯蓄率、ヨーロッパアジアの低投資アメリカ資産投資への変容しみなどによって生じたと指摘している。アメリカの GDP は世界全体の約3割を占めており、その7割は消費である。つまり、世界全体の GDP の約2割は、アメリカの消費によるものである。アメリカの経常収支赤字は、日本、中国、東アジア諸国などの経常収支黒字でファイナンスされている。中野剛は2000年代の中国の驚異的な成長も、日本の束の間の景気回復も、アメリカの住宅バブルの産物である。大量消費によって支えられていたとしている。経済学者の水谷健二は、輸入を大幅に抑制しようとすれば、国内経済を低下させることになる。よって、アメリカは国際収支の赤字を解消することはできないと指摘している。国際連合貿易開発会議は2010年版貿易開発報告書で、2000年代はアメリカの過剰消費が、世界経済の成長を支えていたが、このグローバルインバランスの世界経済の構造が金融危機の遠因だとしている。またアンクタッドは、世界経済の安定のためには、グローバルインバランスの是正が必要であり、アメリカは過剰消費を改めて、日本、ドイツといった経常収支黒字国は内需拡大、輸入増大を行うべきであるとしている。中野は、リーマンショック以来の世界的な経済危機の根本を探るためにグローバルインバランスに注目すべきとしている。中野はグローバルインバランスの是正のため消費を抑制し、貯蓄を促し、輸出を促進し、輸入を抑制して経常収支の赤字を削減しようと考えているのがアメリカの国際経済戦略の基本路線であるとしている。アメリカの輸出倍増戦略にはグローバルインバランスの是正による世界経済の再建という側面、アメリカの雇用の拡大という国内向けの側面という二つの側面があるが、利己的な側面の方がより前面に出てこざるを得ない状況にあるとしている。2010年 G20 財務省中央銀行総裁会議でティモシー・フランツ・ガイトナー財務長官が国際収支の不均衡を是正するため経常収支の黒字赤字を 4% 以内に抑える数値目標導入の提案をしたが、提案は支持を得られなかった。イギリスのフィナンシャルタイムズの論説士官マーティン・ウォルフは、日本が輸出主導の成長で貿易収支の黒字を拡大することは他国の犠牲の上になされる近隣窮乏化政策であると主張している。経済学者のロイ・ハーロットは一国の経常収支のインバランスには4つのケースがあると指摘しており、それぞれについて対策を主張していた。不況と経常収支黒字公共投資の拡大と、金融緩和という拡張政策インフレと、経常収支赤字引き締め政策不況と、赤字為替レートの切り下げインフレと、黒字為替レートの切り上げ。水谷健次は、収入の範囲で支出することが大原則であり、それは、個人、企業、国でも変わらない。各国は原則として、輸入は輸出の範囲内に収めなければならないと指摘している。経済学者のポール・クルーグマンは、貿易赤字は国内支出削減策と自国通貨を減価させるポリシーミックスによって解決できると指摘している。エコノミストの足立誠二は、国際収支の発展段階説では、国際収支の構造は国の経済構造の発展段階によって決まるものであるため、経済構造の転換なしに国際収支構造だけを変えようとするのは無理があると指摘している。経済学者の野口明は、輸入を制限し輸出を拡大するという重商主義的政策は国として賢明ではなく、貿易を継続する限りは不可能である。一国は一般に輸出を拡大させるためには必ず輸入を拡大させなければならないと指摘している。経済学者の竹森俊平は、サブプライム危機以来、内需主導型経済への転換といった構造改革論が強くなっている。ある国が輸出主導で経済を成長させるとする場合、輸出を伸ばせば良いのであって、輸出と輸入の差額、つまり貿易黒字を拡大させる必要はない。実際に1997年以降、輸出依存度を2倍以上に拡大した韓国経済は、貿易収支についてはほぼ均衡、もしくは少し赤字の状態を保っている。ある年に輸出と輸入が同じだけ拡大したとすれば、貿易収支は変化しないと指摘している。野口明は、経常収支問題を専門とする多くの経済学者は、一国の貿易黒字が他国に損害を与えている、あるいは一国の貿易黒字の減少が他国の利益になるとは考えていない。彼らはむしろ貿易不均衡は基本的には望ましく、政策的に縮小させることは有害であると考えている。彼らは経常収支黒字国の黒字は資本不足国にとって有用であると論じていると指摘している。経済学者の竹中平蔵は、輸出が増えれば輸入能力が高まり、経済発展がしやすくなる。輸出入はそのように捉えるべきであると指摘している。経済学者の若田部翔斗は、世の中持ちつ持たれつという観点からは、グローバルインバランスそのものは、貸し手がいれば借り手がいるという話に過ぎない。日本が内需を拡大を目指すべきという議論は理解できない。内需、外需のどちらにせよ、日本の作り出す財やサービスへの需要で GDP に寄与して所得になるため、内需、外需を区別して考えても仕方がないと指摘している。自国の経常収支黒字は自国通貨の上昇要因となる。ありがとうございます。